はい、どうもパトー TV ー、はい、はい、というわけで、本日はですね、刀、まあよくありますね、チャンバラ、はい、チャンバラをちょっといろいろなバージョンでお見せしようかなと思うんです。はい、最近私思うんですよ。なんですか？なんですか？あのですね、はい、立ち回りをですね、はい、いろいろな種類でやるって言っても、はい、どうやってやればいいんですか？いやね、いやね、ちょっと真面目に話しましょうか。ちょっと真面目に話しましょう。立ち回りを、まあ、いろんなバージョンでやると思うんですけど、で僕いくつかうちね、動画上げてるじゃないですか、はい、でその中でなんて言うんだろう、芝居中心にやった方がいいよとか、ちょっとお芝居によったような言葉か僕は言ってると思うんですけど、別にそうじゃないエンターテインメントによった立ち回りだってありなんですよ。でそれはそれなんです。それを別に否定してるわけじゃなくて、その用途によって変える、喧嘩を売ってるわけじゃなくて、お前たちこの野郎、エンタメの立ち回りとかお前気持ちがこもってねえだろお前というわけではなく、はい、3種類を、はい、同じ立ち回りで、やり方を変えるとこんな風になりますよっていうことを、伝えられるのはいいと思ったら思います。大丈夫かな、大丈夫かな、田島さん急になんで田島さん呼んだの、田島さんここにどういうこと、ちょっと待って、どういうこと、私の心にはいつも田島さん、行きましょう、レッツラーアクション。何個か動画、ギャオが出た動画じゃないよ、ダイヤですよ、ダイヤです。はい、じゃあ、はい、気迫押し、気迫押し、気迫押し、気迫でグイグイいく感じでお願いします。じゃあ気迫押しましょう。はいね、というわけでね、皆様の印象に今立ち回りを見てどんな印象が残りましたかと。気迫。おお。そうです。正解です。あのね、おお。立ち回りで何を伝えたいか、シーンによって何を見せたいのか、作品によって。作品によって。どんな感じのものを見せたいかによって。やり方は変わると。今のはもう立ち回りを見せるってことは僕は考えてません。もう適当にやって安全面だけは守りますね。そう、気合を一番に伝えるためにもう全力で声を出しながら勢いでやるということで、安全面だけ守りつつ、もうほとんどちゃんとした立ち回りには見えてないんじゃないかな、はい、でもこれでも見せ方としては間違ってない。そうですね、一つの種類で。じゃあ次は、エンターテインメント、はい、なんだろう、気迫とか気持ちとかそういうものは置いといて、刀がかっこよく動いてたり所作がかっこよかったりと、そういうのを優先された場合どんな感じになるのかなってのをやってみようかなと思いますよ、はい、できる？大丈夫かな、田島さん。大丈夫じゃあそれじゃあちょっと練習しましょうね。じゃあ行きましょう。ごめんゴールが見えない。ゴールが見えない。よし、まあ行きますよ。ダメだろ。与えられた時間はフルスロットルで使い切る。面白いです。ありがとうございます。はいはいはい。
まあそういうのを見せたいかなと。何を刀さばきそうエンターテインメントっていうのは、あの立ち回りを見せるっていう時に、何だろう、刀の動きが綺麗に見えてれば見えているほど、うん、まあ綺麗に見えると、うん、もうそれも一つの種類なんで間違っちゃないし、見せ方も一つですね。僕もそれを優先することはあります、うんうん、なんだけど、何だろう、何て言うんだろうな、両立をさせていくといいかなと思います。で最後もう一種類は忍者リバージョン、はい、忍者リバージョン、うん、忍者リバージョン、忍者リバージョンでやります。立ち回りを今の、まあ、分かる人には何を言ってるのか分かると思いますが、まあ、ぶっつけ本番でいきましょう。言いますよ、忍者リバージョン、はい、はい、シュッ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 はい、いきますよ、はい、忍者リバージョン、キテッチュ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 ッあの忍者の刀の振り方と侍の刀の振り方っていうのは表現が違います。またそれは詳しくお伝えします。であくまでも僕が知ってる範囲でのお話なので、はい、もっと詳しい忍者連盟とかの人がなんだこれはって聞いてこられると知ったことかって返すんで、あのやめてくださいあくまでも僕がそうディレクターとしていろいろ習ってた上で、あの得た知識の中からあのお伝えできる範囲をお伝えしているので、そんなよくわかんない最近ね、東京オリンピックに目がけて忍者を広めていこうみたいなところの応援さんで、こう神みたいな人が言うんじゃろうって、なんだそれは忍者かって言われたら、もうこれだけ忍者だこれだって忍者だ言うしかなくなっちゃうので、やめてください。今終わろ、はい、今何時、ほらもう時間がない、はい、じゃあまた見てくださいラーご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。映像特典です、深山が勘違いをしていた忍者リバージョンの立ち回り、どうぞ。まず、あざやかに